育地氏は、日本の氏族。鎌倉幕府の後進、土井寂平の後裔小早川氏の所留一族である。菅竹平氏平良分の流れを組む相模国土秘境を発祥とする土井氏の一族で、土井寂平の子、遠表が、秋国沼田総治当職に部任され、養子、慶大蘭がこれを継ぎ小早川氏を称した。その後裔沼田小早川氏、小早川仙大らの子。 伊兵が、瀬戸内海育地等を本拠地とし、育地史を称したことに始まる。ちなみに、慶平の実父は、平賀義信であったとされ、これ以降は、源氏の一族とも言える。略王四年、沼田小早川氏の本拠地、沼田省内に造成した神殿を、小早川仙台らの子、道祖鶴丸が分治され、小早川氏の諸子家として始まることになる。この道祖鶴丸が、 後の育地氏の初代当主、育地を思う見平らである。公営元年、広告三年、北朝勢として、南朝方の伊予国与、田山城攻略戦に参戦。これに乗じて、小泉氏など、他の小早川氏諸氏下と共に、瀬戸内海の湯毛島、因島、育地島などに進出。後に、本拠地を育地島に移し、地名を取って、育地氏を称した。 二代当主、幾千金座根の頃には、瀬戸内海の交通の要衝で水運の拠点でもあった、この地の商人と積極的に結びつき水運に深く関わっていった。1415年、普通寺混流に際して、小早川一族が馬を寄進した、普通寺仏伝立柱馬注文写しには、館に並んで、育地伝が書かれており、当時の育地氏が、 小早川一族内で重きをなしていたことが伺える。幾知氏は、幾知森平の代となって、影響5年、室町幕府より正式に、幾知当時当職を得ている。15世紀末期になると僧侶が、沼田小早川氏より、小早川広平の子、元清を当主として迎えたようである。毛利、小早川水軍の一翼を担い、第一次木津川口の戦いなど各地を転戦した。 生口影森の名を資料に見ることができる。野島来島因島由来記には、天正十八年時点の村上市ご婦人として、生口三河森影公、生口三河守五郎左衛門上京国の名を見ることができる。土井曽根平、東大これなり小早川影平、茂平、宮城大朝大仙大 小早川正しひょう、平。金座根森平。竜平。森平、ありがとうございます。